ツのね、このトムスの鬼台がですね、ほぼ同じカーリングなんですね。見分けがつきにくいかと思いますけれども、坪井翔のマシンがフロントの、ウィングですね、ウィングについているカナードの部分が黄色になっているマシン、こちらが坪井翔のマシン。あ、ちょっとね、カナードのイエローで、カナードの色しか使わないんですよ。なるほど、はい、ちょっと、あとはヘルメット。そうですね、はい、あとはヘルメットでですね、今映っているイーマクリッドの宮谷友のマシン、はい、ヘルメット赤色、横がね、サイドがね、黄色になっていますけども、このヘルメットも覚えておいてください。この2台がどういう位置関係で TGR コーナーに入っているのか、どうぞご注目ください。さあ、各マシンが間もなく整列で網を立てようというタイミング。この2018年の富士シリーズ、まずは21の決勝レースとなります。さあ、後方でグリーンフラッグが振られました。35秒463、その前を走っている大俊樹が1分36秒377というところですが、この周辺の1